柏木武博は、地方競馬、大井競馬場東京都騎士会所属の騎手である。柏木和夫長教師は、父で、元騎手、祖父、柏木三郎も、元長教師。井上博之級者から、騎手デビュー。2000年10月13日大井競馬第9競争。マーキュリー賞5番人気、ミラーズミガで、初騎乗。同年10月15日大井競馬。 第2競争3歳条件戦を4番人気、丸上シルで勝利し、初勝利。1時半年間ほど騎乗を自粛。その後、柏木和夫9社に所属変更し、騎乗を再開する。2004年地方競馬通算100勝達成。2006年6月25日に回福島4日目第11、競争福島テレビオープンで上野丸くんに騎乗のため遠征し、同日、 第2競争3歳未勝利戦ノーブルウィングで、中央競馬初起乗。2008年3月27日大井競馬、第2競争 OC34 歳選抜品馬を5番人気、勝利の祭りで優勝し、地方競馬通算200勝を達成した。2009年11月11日第9回。 川崎競馬3日目第10競争第9回、ローレル賞を競泳トリガーで優勝し、重賞初制覇。2010年6月4日、第4回大井競馬5日目第4競争2歳新馬戦を猫漫才で優勝し、4902戦目で、地方競馬通算300勝達成。 地方通算成績は7145,460勝2着544回3着558回、勝率6.24%、連帯率14.1%、中央通算成績は6000以勝。富士のウェ英ブの調教をつけていることでも知られていた。2010年5月5日、第22回柏は記念で、実践記場も果たした。 2013年11月4日付で東京都騎士会に所属変更する。ありがとうございます。